すいません、このスピーチの DA99 について聞きたいんですけど、これって、まあ、iPhone とつないだ場合、はい、そのアプリケーションがこちらに表示されるって形になるんですか？そうです、表示されるのと同時に、うん、通常ですとスマートフォン側で操作しないといけないんですけども、このアプリとこの大画面でタッチパネル操作ができるというのが、このリンクウィズモードというのがあるんですね。なるほど。スマホで例えばリンクウィズモードに限っていうと、対応アプリに限っていうと、まあ、ここで操作ができる、まあ、数はちょっと限られてしまう。操作するとやっぱりお客様で、まあ、いろんなアプリ、まあ、世の中にありますので、こちらで操作はできないんですけども、こっちの画面をそのままこっちに出力するということは、ほとんどのアプリで対応できるようになりまして、でもリンクウィズモードに対応したナビってのはこれが最初になるんですか？最初は、はい、こちらになります。これはならないんですか？こちらはですね、本来はナビゲーションなんですけれども、そのナビゲーションの中にリンクウィズモードが使える機能を、なんかこのアプリ自体がこちらの方にその追加した、ね、ちっちゃいアプリを送り込んでやる。こちらはスマートフォンがなければテレビと、テレビしか見れないんですけども、まあ、あちらでしたらスマートフォンがなくてもナビゲーションしてくれますし、なんかミラキャストサーバーもついてますので、そういった音楽とかもできます。あ、なるほど。ちょっと